みんなの夢をつなぐトミープラレール機関車トーマスグラグラつり橋セット結構よくできてますよ。裏はね、もう説明書入って、説明書中入ってないんで、ここが説明書になっております。はい、上から見るとね、こんな感じ、大きい、すごい大きい。まずこれトーマスね、で、木が2個ついてます。こう2個ついていて、難しい、この撮影はかなり私のテクニックでは難しい。これがカリンカリンってなるやつで、木、グラグラ橋。じゃあトーマスさん発信させてみますかね。電池、炭酸1本でございます。はい、こんな感じですね。ちょっとね、クリスマスからだいぶ経ってるんで、電池がね、なくてトーマスさん元気ないんですけどね。キリンキリンってそこへなるんですよね。ここでガタ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 と。こんな感じですね。吊り橋のギミックは、ここがですね、ちょっと山あり谷ありの段差になってるんですね。それが左右交互に入っているので、トーマスがこうガチャガチャと動くと。ミルクタンクですかね。ここがこう動くので、派手にね、吊り橋をガチャガチャと渡っていけると。トーマスドキドキマウンテンセットとか、これを買うと吊り橋とやマウンテン、山が一緒にできるよとかあるんですけどね。いやー、商売上手。みんなの夢をつなぐトミープラレールから、機関車トーマスグラグラ吊り橋セットの紹介でした。